急事態だ。ウロボロスの攻撃によってメガフロートは壊滅した。それもたった一機の戦闘機によってだ。問題の機体ナイトレーベンはメガフロート攻撃後、ウロボロスの実質的中枢であるスフィルナに帰還。おそらくは第二次攻撃に備え装備を整えているものと思われ、もはや一刻の猶予も許されない。直ちに出撃し、このスフィルナを撃墜せよ。
たのを確認した。直ちにこれを捕捉し追撃せよ。クソ、これがディジョンか。考えと言わねえや。あの黒いデカブツから落ち上がるや。アップデートターゲット。奴はボロボロだ。このまま一気に追うぞ。